プレゼンツ出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。出会いは奇跡の時間です。お相手はイラストレーターの根本真子とレンでお送りいたします。はい、今日も始まりました。出会いは始まりましたね。はい、今日はどんな出会いは奇跡があるんでしょうか。はい、はい、今日はですね、うん、もう本当僕も昔から子供っぽい、まあ、いろんな子供さんと遊ぶのが大好きなんですけど、もう本当にね、まさにその通りの木を使った木ってですね、はいはい、木を使った木育、うん、木が育つって書くんですけど、はい、木育の事業をなされている福岡県は洋方市から、はい、ちょっとお願いしてます。青柳さん、はいはい、お店の名前がツリーブランチの青柳さんですので、どうぞ今日よろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあちょっと、はい、じゃあちょっとね、青柳さんの方から少しちょっと自己紹介、はい、お願いいたします。はい、こんにちは。いや、かわいいお二人さん。かわいいです。ご無沙汰してまーす。かわいい。はい。福岡県は直方市、富町、商店街の中の居場所を作ってるということで、ツリーブランチ、大木の枝っていうことで、大木の枝にみんなの笑顔や、夢の花、実がなりますようにということで、ツリーブランチっていうふうに名前をつけました。はい、青柳です。青柳さん、本当によろしくお願いします。もう開店して何年になりますか？もう6年目に入りました。6年目？うん、6年。うん。ということは、そう、真子さんに変えてもらって、うん、お店のね、うん、イメージで作ってもらって、もう6年目に入りました。そっか、早い。そうなんですよね。ツリーブランチの、ロゴマークをね、ちょっとね、書かせていただいたんですけれども、ね、もう6年もなるんだ。6年。1年生が6年生になったんだ。まあ、当然か。ね、なので、ここに遊びに来てた子たちが、4月から小学生になりました。そうですよね。はい。かわいいお猿ちゃん、ボーダーのシャツ、うん、お名前なんて言いますか？僕、花丸です。花丸くん？はい。お友達は？友達は、じゃじゃん、大吉でーす。大吉くん、花丸大吉、どっかで聞いたことありますね。福岡といえばー、ね、花丸大吉ですね。かわいい。いや、素晴らしい。うん。漫才とかするんですかね。しない。主に今やっていらっしゃる、基本的な木育に関する、はい、まあ、どういった感じでイベントをしているとか、何歳ぐらいの方がどれぐらい、まあ、来てらっしゃる、まあ、そう、基本的なことをお伝えいただけますか？そうですね。広場が、この横にありまして、はい、ここは、たくさんの木のおもちゃで遊んでもらえる、うん、木のおもちゃって高いじゃないですか。高いですよね。なんで、やっぱりたくさん の種類とか数で遊べないので、うん、まあ、見に来てもらったら、大体おもちゃは200種類ぐらい、うん、あるので、いろんなこう木で遊びをしてもらって、うん、その中からこう自然のこととかにちょっとつなげてもらったり、ね、そういう感じで、僕行くって、木のことを知って、またその木が育っている環境だったり、そういう問題にもつなげていけたらな、ということで活動してます。素晴らしい。生の木ですもんね。そう、ね、じゃーん。ね、こんな素敵な椅子を作ったりするワークショップとかもやってるんですけど。あ、すごい。そこですね。うん、すごいね、いい色になってきました。大人も喜べますね。そう、お父さんとね、親子のコミュニケーションとしてこういうワークに一緒に参加してもらうと、いや、お父さんすげえみたいになっちゃう。うん、いや、すごい。ねえ。簡単に成功体験できるような、木育のキットとかもいろいろ作ってるんですね。うん。福岡市内からだいたい車でどれぐらいかかるんですか？そちらまで。福岡市内？市内から言ったら、多分市内の方が、まあ、はい。1時間ぐらいですかね。1時間ぐらいで行けるんですね。うん。
あの、ぜひね、皆さん、ちょっと福岡市内の方ね、ね、まあ、なんで福岡市で言ってるの、まあ、まあ、これ1時間できるって言ったんですけど、あの、まあ、ここがほら、ツリーブランドっていうね、あの、道はありますので、はい、ここをご覧になっていただければと思います。はい。ここあるんですね。ありました、ありました。いいですね、自然の木を学んで、そういう、ね、大人の方と作ったりするというか、うん、親子のすごく大事なね、コミュニケーションが、ね、今本当に少ない時代になっているのか、うん、とってもいいですね。なので後ろ見てください。後ろ見ますね、はい、すごいでしょこれ、うん、多分いろいろ前なかったよね、前ありませんでしたね、うん、すごい出てきたコミュニケーションツールとしての、 あのゲーム、カードゲームだったり、うん、ボードゲームをだいぶ今充実して、ああなるほど、コミュニケーションツールですね、うん、はい、面白いですね本当に、うん、はい、何かちょっとこれが今目撃の中でちょっとヒットしている商品とか一番人気があるのと何がありますか。おもちゃ、おもちゃ、木のおもちゃで、木のおもちゃですね。ああ、もう基本的にあの、ここにあるものって私が気に入ったものしか入荷さ、うん、してないので、うん、結構私が好きで楽しいので、うん、お伝えしていくものが多くて、今ヒット。ヒット。なんか手で、この画面で見られるような。この画面。この画面で。あまり大きくなくて、こういうのが楽しいので。まあ、多分ね、たくさんあると思うんですけど。ここで、そうですね。じゃあ、ちょっと。あ、大丈夫です、大丈夫です。はい。じゃあ、多分今、インスタ映えするので、赤ちゃんのおすすめが、お、うん、会社、うさぎちゃん。かわいい。うさぎちゃんが、うさぎちゃんのカチャカチャなんですけれど、ミニがね。はい。なんと、ほら、歯固めにも使える。うん。うん、でこれでも奥に入らないから、うん、赤ちゃん、おえってならないし、そう、なんかね、噛みが始まると、すごいね、おっぱい噛まれて痛いですよね。うん、そう、でもこれね、生木なので、あの、何も塗装されてないので、安心して噛みできて、結構ね、この、平っぺったいやつってないんですよ。うん、そっか、そっか。あ、そう。で、しかもインスタ映えするってすごい人気で。いや、これかわいい。かわいい。かわいいし、安心、安全。そうですね。すごいですね。なんか見てるだけで、あのね、ちょっと今ラジオ聞いてる方申し訳ないですけど、見てるだけで僕も欲しくなってきておきました。ね、これね、あの、四国の木勇者さんっていうね、すごく有名なね、木のおもちゃを作ってある方が出してあるんですけど、うちこれ、はい、第一人気ですよ。わあ、そのあの新しいまた事業を始めたんですね。そのなんか端っこパンプってそこに見えてるんですけども、うん、なんか気になる。何です？じゃじゃーん。わあ、可愛い。なんと、うん、青いヤギブランドっていうものを立ち上げましたよ。青いヤギ。青いヤギ。青いヤギさんだからね。そうなんです。青いヤギブランド、青いヤギ。青いヤギがある。これはじゃあ青いヤギっていうぐらいだから、その青ヤギさんがなんかオリジナルで作られたんですか。そうなんですよ。これのプロデュースから全部やっちゃったっていう。はい、うん、それは何でできてるんですか。なんとこれですね、じゃじゃーん、ラジオの方にはごめんなさい、フレキシブルコンテナバッグって言って、うん、はい、あの災害で土とか、うん、除染作業の土とかですね、いろんなものを入れて、うん、あの保存したりとか運んだりする1トンとか2トンとかトラックに積むための、うん、フレキシブルコンテナバッグってあるんですけど、はい、これをね作ってる会社がなんとこの筑豊にありまして、はい、そしてですね、なんとこれ作るときに端材が出るんですね、こう端っこが。端っこですね。うん。なので、その端っこが産業廃棄物として、うん、あの、処理されてたんです、お金出して。もったいないでしょ。もったいない。はい。なので、作っちゃいました、カラフルバッグ。それで端っこバッグ。なんで、カラフルバッグ。うん。ネーミングがすごいいい。なんででも端っこバッグなんだろうと思ってたら、ね、そこから来たんですね。そうみんなから言われるんですけど、そうフレキシブルコンテナバッグを作るとこの端っこがもったいないので、それに
筑豊のその技ですね、そういう触れ込みする、うんうん、技をプラックスして、うん、アップサイクルなサステナブルなバッグっていうことで。へえ、なんか生地もなんかすごい頑丈そうですよね。軽いんですか？うん、1トンとか入れて破れないので。ねえねえ。うん。すげえ。しかもこのバッグ、こう巻き込んで縫ってもらってるんですね。はい。なので災害時にはバケツ代わりにお水を汲めたいんですよ。水も？水汲んで漏れない？そうそうそう。あのバケツじゃないから、ずっと置いとくとねあれだけど、基本的にお薬の素材とか運んでるのでラムネード加工してあるんですよ。はい。だから防水加工ができてるので、もう本当に災害時とか海にちょっと足洗いたりとか水汲んでふらってやってもらって、あとパンパンってやって干してもらうと、水が汲めるハシコバッグだ。そうです。よし、すげえ。いやー、ハシコバッグはじゃあ他にもどっかで売ってらっしゃるの？そこだけ？そうですね、今、九州の中では大分、佐賀、北九州、福岡が4店舗。卸してるんですね。っていうのが、端っこバッグの端っこショップって作ってて。お店作ったの？違うんですよ。ママさんたちが美容室やってる端っこに、ショップとしてバッグを置いてもらって、利益も循環するっていうことで、はい。みんなで笑顔になりましょうっていうことで、この企画をしてます。いや、素晴らしい。いや、久しぶりにね、行きたいなぁ。いやー、へぇー。そうなんです。いや、素敵。ネットとかでは？今ですね、大和リゾートホテルさんってご存知ですか？はい。全国にありますよね。あちらの方がすごく、この商品をしてくださってて、うん、リゾケットっていうネットの中で、販売を、大和リゾートホテルさんの方でね、やってたり。うん、はい。ホテルのショップにもあるんですよ、実は。うわ、すごいですね。なんか本当、合わないうちにすごいことになってます。ねえ。青いヤギさん。青いヤギさん。青いヤギ。いや、すごい。すごい。おまけにね、水が入る端っこバッグ。もう、ね、あとですね、企業さんからいろいろとオーダーしていただきまして、はい、大きいサイズから、いろんなビジネスタイプもあって、いや、色も何パターンかあるんですね。素材は原端自体は6種類、6色なんですけど、はい、紐の色をいろいろと、なので今52パターンぐらいあるよ。うわ、はい、気になるのがさっきから価格が気になってるんですけど、なんか高そうですよね。高そうですね。値段が気になってる。なんか何万とかするんですね。なんとなんと、こちらの、これミニサイズのミニミニで幅が薄いやつなんですけど、はい。なんと2900円で消費で。え？お手頃で。それサイズはどれくらい？ノートパソコンぐらい？A4 サイズぐらい？これがね、15リッタータイプで、ミニサイズっていうのが一番定番のやつが大体30リッター。30リッター。30リッター。そう。基礎的には、A4 サイズとか。A4 入ります。そうなんですね。すごい。いいのかな？これ、ラジオなのに表現できてないけど、いいから大丈夫です。これ、なんとなんと、ビジネスパークで作ってるんですけど、二重になってるの分かります？はい。中がね、打ち付けたらあって、そう。そう、中に宇宙ポケットもついてて、わかります？ファイルが。わかりますね。端っこバッグの内側にね、宇宙ポケットがあるわけですね。はい。うん。これもレディース用の、ビジネスタイプで人気でーす。こちらはおいくらなんでしょうか？こちらがなんと4500円に消費でーす。お買い得です。安い。そうなんですね。そうです。いいですね。今、このさ、パソコンの、ちょっと画面に、白い丸いのと、なんか赤いのが映ってますけど、それなんですか？この子ね、うちの新入りさんです。新入りさん、また可愛い。この子ね、タッキーって言います。タッキー。タッキー、パペットになってるんですか？この子は、お
キーが踊ってる、歌ってる。踊るんですよ。でも面白い。気をつかむと。なんかもう、な年が暮れて、年が暮れてなんかクリスマスの前みたいな感じ。めっちゃ可愛いんですよ。なんか宮崎でイベントがあったんですけど、はい、あのおもちゃ広場をね宮崎にしに行って、うん、でお友達がキッチンカーで唐揚げ屋さんとか来てたんです。はい、その前に彼はいました。唐揚げ屋さんの前にチキンのね。いいの。ね、なるほどなるほど。いや面白い、楽しんでますね。ね、もう本当に楽しくて。なんかいろいろじゃあこれから企業さんもコラボしたいとか言ってきそうですね。さっきの端っこバッグにしてもそうですね。そうですね。今の九州イオンさんの方が、あの、定期的にですね、お声かけいただきまして、あの、SDGs の取り組みということで、端っこバッグを、あの、展示販売を参加させてもらったりとか。そうですね。今度ね、来月は、あの、なんと小倉の井筒屋さんの方でも、はい。やるんですね。はい、うん。ローカルですね、あの、井筒屋さんって分かりますか？井筒屋さんですよね、僕らのね。そうなんです。あの、なんか、マスコミとか、なんか、そういう、あの、のは今までは出たことあるんですか？うん。あとね、あの、中地さん覚えてます？福岡の。中地さん、すごいローカル？はい。そう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 。はい、あの、天神ナウっていう番組で紹介してもらったことはあるんですけど。言ってもらったんですね。あ、なるほど。ちょっとメジャーにしてください。なんとか。そうですね、じゃあちょっとこの収録が終わってから打ち合わせしましょう。とりあえずまだね7分ぐらいあるのに。他には何かいろんなものが見えてますね、ここからで。楽しいものが増えたな。そうなんです。もうね、あのこの棚が、まあ、オーダーで5つ増えたので、はい、はい、うん、前も何もなかったですよね。うん、そうですね。でも本当ね、なんか始めたばかりのことだったのでね。単純になんか子供さんが遊ぶだけではなくて、学習ができるようになっていません？そうなんです。なんと、私あの、ずっとね、月曜日と木曜日に塾やってたんですよ。はい。はい、うん。で、今年の3月で一旦ね、その塾は、あの、フェードアウトしたんですけど、はい、あの、ちょっと新しい授業をまた一つ、できちゃって。何ですか？最近？うん。福岡に、なんかおもちゃ美術館ができたんですよ。そうなんですか？もう、東京の直営で福岡におもちゃ美術館ができました。あ、東京知ってますよ。一回見たことあります、インスタグラム。そう。これの直営？そうそう、10年間私はこのおもちゃ美術館ができればいいのになってこう言い続けてたんですけど、なんと福岡におもちゃ美術館が4月の25日にオープンいたしました。へぇ、先月だ。福岡のどこにオープンしたんですか？あのね、竹下駅のすぐ近くなんですけど、竹下駅ってところに、はい。本当に、ララポートさんが初上陸したんですよ。あ、はい。三井不動産ね。うん。うん、で、今度、キッザニアが7月にオープンするんですけど、うん、はい、ララポートとおもちゃ美術館とキッザニアの3本柱で、すごい。めっちゃすごいですね。ね、いや、これは素晴らしい対談でしたね、本当。で、なんとその福岡おもちゃ美術館の中の研修室があるんですけど、はい、あのおもちゃ美術館のすぐ横にですね、研修室があるんですけど、はい、そこの企画運営をなんとツリーブランチ青柳がやることになりました。いや、これすごい。なんか、その、小学生とかに、社会科見学みたいな形でなんか来てもらうのも一つのね、いい体験になりそうですね。そうなんです。もうそこでね、もう第1弾で、5月の3、4にワークショップのマルシェを開いたんですけど、はい、2日間で120名。わぁ。うん。出してもらって。来ました。はい。ペンダント作ったり、木のカメラ作ったり、車作ったりね、うん、手を動かして親子で体験するっていうマルシェやったんですけど、うん、もうすごい楽しかったです。ねえ。いやー、すごいなぁ。素敵、本当。どんどんね、拡張していってますね。うん、ね、体重増えるのと一緒に、音も増えてます。なるほど。
ねえ、でも、なるほど、うん、皆さんそうやってね、なんか、親子のね、皆さん喜んでもらって、ね、すごいいいですね。味がありますね、いいですね。ねえ、なんか、まあ今、いろいろ新事業を立ち上げて、まあ、どんどん大きくなってますけど、まあ、今後のちょっと未来に向けてのまた何かあるんですか、今ここで発表できる、いや発表っていうかこういうのをやってみたいなとか。ですね、実はこの端っこバッグって、うん、なんでこれをこうやろうと思ったかっていうと、チュリーブランチができてすぐぐらいに来てたビュージュのお子さんがいらっしゃって、はい、呼吸器の機械とかをママが車椅子に入れて持ってきたりとかしてたんですね。なのでゆくゆくこの端っこバッグの、ね、流れがきちんとできたら、うん、幼児ケアの子どもたちにプレゼントしたいんですね、ママさんたちに。いや、うん、わー、そうなんです。なので今これを PR する活動を頑張ってまして、で売り上げが上がってきたら災害時に使えるっていうのもあるので、まあ、そういうところのプレゼント、プラスの、ゆっくりその病児ケアの部分が、遊びと、こういう、ものをプレゼントするっていうのが、ですね。うん、ね。はい、うん。ちょっとびっくりしました。合っていないアイデアに。なので、本当に軽くて丈夫で、防水性もあるから、そういう病児の子のケアの道具入れたりするのですごいもってこいだと思うんですね。うん、そうですね。うん。はい。なので。いやなるほど。わかりました、本当。これね、わかりも、さっき言ったこの木のバッジなんですけど、はい。これもね、部前にある森の学校さんって言って、はい。そうで、作業所の子たちが一枚一枚捨てられる枝葉をですね、こうやって気に入ってくれてるんですね。サステナブルな取り組み。うん。そしてこの、木の、チップとか紐を通してくれるのが、うちの近所にある、作業所の方々が、色を選んで紐をね、通して作業してくれてて、みんなのこう、手間と暇と愛がこもった端っこ。すごいですね。いや、端っこバッグ、本当、うん、ね、広まってほしいですね。本当に広まってほしいです。端っこバッグ、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 皆さん、端っこバッグですよ、端っこバッグ。ね、そうなんです、端っこバッグね、なんか地域で端っことか言うから、端っこバッグって言われたりするんですけど、今、商標登録出願中で。出願中ですね。中です。わかりました。中です。いやー、今日楽しかったです、本当。で、本当ね、今日出会いは奇跡でね、本当出会い、ね、本当、青柳さんとの出会いも奇跡だったんですけど、一旦ね、ちょっとあのもう少しでね、時間になるので、本当、今日はありがとうございました。ありがとうございます。なんかね、もうたくさんの、もう本当、皆さんの笑顔と愛が、もう本当、たくさんたくさん詰まった、この端っこバッグが、ね、多くの方にね、広がっていくように私たちもぜひ応援したいと思います。まとまりましたね。いや、ありがとうございました。はい、青柳さん、本当にありがとうございます。皆さんよろしくお願いします。端っこバッグの青柳さんでした。ありがとうございます。はい。この広い空の中で君と会えた、それが奇跡。愛することを教えてくれた。ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光ひとつ、歩いて行こうよ、手をつなぎ、流れ星に誓うよ、明日を信じ、どんな時もそばにいる。
数が溢れるよね、空にたくさん。悲しい時涙の数を分け合ったね、希望に変えて二人で聞く雨音しずく一つ歩いて行こうよ、手をつなぎ虹の空に誓うよ、夢を抱きどんな時も信じてる。闇があるから星は輝くよ、雨